ショータイム、伊藤への友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日は LII ですね、うん、あ、我々ソシオニクスを行うときは、はい、いざよいブログ、いざよいブログめまいさん、いつもありがとうございます、はい、ありがとうございます。素敵いつも参考にさせていただいて 参考にさせていただいてますと、はい、でこの LII というのは分析家、はい、と書かれていて、ずば抜けた説明力、段取り上手、強い自立心という特徴があるソシオタイプの一つで、MBTI でいうところの INTP とおよそ対応するタイプ、これ諸説あると、P と J が入れ替わるってありますからね、はい、なんでもこれは MBTI では INTP だったから、絶対に LII だっていうわけではないし、多分このソシオでいうところの INTP の捉え方がちょっと違うので、まあ、別物ですからって言ってる人もいますからね。カーシー博士もね、そうそう、カーシー博士も MBTI とは別物ですからっていう、16タイプともまた違うしっていう、で LII の基本的な性格としてはずば抜けた説明力、段取り上手、強い自立心、なんか無敵じゃないですか。すごいですね、欲しいですねその能力。そうですよねの特徴があって、冷静に物事を分析できるので、大事なことを簡潔に説明したり、見通しを立てたりするのが得意ですと、なるほど、優れた分析力を持っていて、重要なことでそうでないことをはっきり区別することができますと、構造や分類、概念を作るのが LII のやり方で、一度問題を理解すれば、新しい解決策を提示します、なんか不公平ですね不公平、はい、客観的で市場を交えない、時々自分の評価や原則に関して無慈悲にすらなりますと、指針や規則に納得できないときは、それをシンプルに無視できるかもしれません、なんて方、で自立心が強く、人との距離を保ちながら自分の関心ごとに没頭する、人の自主性も尊重する、自主性は尊重しますと、っていうことですよね。あとなんか、たまにこのたまにというか MBTI とかカーシー博士の動画を上げているときに、はい、INTP の方としてはなんかそのあまり生きやすそうなコメントはあまりいただかないんですよね。今これ読むとなんか無敵な感じするじゃないですか、現代社会で、うまくいってるような感じはするが、あまりそういうコメントをいただいたことはない。まあ、結局、まあ、よくいただくコメントとしては、はい、みんな私の言うことを理解してもらえないみたいな感じなんですか、ね、あ、なるほど、あ、理解してほしいんだ、この人も別に理解されなくても良さそうじゃないですか。なんか自己完結はしてそうですけどね、はい、ただまあ現代社会だと、そのバウンダリーを超えてくる人とか、はいはいはい、そういう人がいるっていうことなんでしょうかね、なんかバカばっかりみたいな感じなんだとのことをよく言うじゃないですか、うちのコメントに来る人たち俺のことかクリリンのことかもう感情ばっかりでバカばっかりみたいなことをよくその正論は本当に正しいのかよ、はいはい、そんな見通しの効く LII ですが、ちょっと諦めが早いところがあるかもしれませんと、ピンチになるとうろたえたり、人に指示したり抵抗したりできず、損をしても仕方ないと飲み込んでしまうかもしれません、なんて方の8つの心的機能を紹介したいな、なと思っております、LII の主機能は主導する機能、TI ですね、内向思考、この主導する機能というのは、リーダーであると、中心となる機能で、さらに自信を持っているっていう機能ですね、が内向機能、内向思考、論理を通して現実を眺めており、物事の正確性と妥当性をすぐさま認識し、現実そして自分の見方と行動のシステムの中に物事をうまくはめ込みますと、新しい情報や体験について論理的な主張を自由に、しばしば誇張を交えて行います、例外のない法則を最も高尚なものとしており、それが共同体の規則であろうが自分の法則であろうが、もしくは他人のルールであってもいいのですが、一連の法則に従わない人や物に対しては常に批判的ですと、
他人のルールを採用することはできますが、うん、最終的な決定は自分の法則に基づいていて、うん、自分の法則を常に洗練させていますと、うん、当たり前の基準が高いのでしばしば厳しい、うん、かっこイコールめんどくさい人と思われてます。なるほど、うん、で、想像する機能、うん、2番目にあるやつですね、セカンド、はい、この想像する機能というのは、NE うん、副リーダー、うん、サブリーダーで状況を判断してリーダーに伝えるのが仕事ですと、うん、主導する機能に比べると自信がなく控えめな機能、うんうんうん、これはあの MBTI でいうところの、補助機能で挙げられているものと、うん、なんで 1,2 は MBTI と合致してますと、はい、うんうん、想像する機能としては NE、うん、外交の直感ですね、うんうん、直感機能、うん、で自分の洞察を特定の状況に当てはめ、うん、より大きな像へと関連付けることを好むと、うんうんうん、また理想的な環境のことや何であるかよりも何であり得るかについて議論するのも楽しいと思います、うんうん、それゆえたとえ不条理であろうとも周囲の人々に対していつも高い基準を要求します、うん、自分の利益のためにアイデアや新たな機会を追求することはめったになく、うん、重要だと感じた特定の疑問や問題に生かすために新しいことを追い求めます、うん、なるほど生きづらいっていうのはこの辺かもしれませんね、うんうんうん、要はなんか自分はより良い未来のために、うんうん、出してんだよ、うんうん、っていうことを周りからすると、うん、何勝手なこと言ってんだよとか、とかどうせ自分の利益のことだけ考えてんでしょ、まあいろいろですよね多分っていう、そんなことよりも例えば僕だったら、はい、そんなことよりも僕がやりたいことをやりたい今、ね、今やりたいことね、うん、はい、みたいな話ですもん。で言うこと聞かないわけじゃないですか、めんどくさいってなる、うん、はい、でめんどくさいって思われてるのを感じて、うん、生きづらいってなる、生きづらいって、はい、で、3番目が FI 規範の機能、うん、この規範の機能というのは、うん、ルールファンクション、うん、自覚のある短所の一つ、うん、新しい場面に弱く自信もないが、うん、社会的な場面では適応するために頑張ろうとしている、なるほど、っていうのが内向の感情ですね、うん、人間関係の存在と重要性を認識しているので、うんうん、相手のことをよく知らないうちは、うん、気分を害さないように気をつけています、うんうんうん、怒らせてしまうリスクを最小限にするべく、うん、ポリティカルコレクトネスのような今日の社会規範を、うん、いくらか単純化しながらも忠実に守ります、うん、しかしやりすぎるとストレスを感じる、うん、というのも自分が本当にやりたいこと、うん、TI、うん、内向の思考は、うん、自分が当座の問題や状況についてどう考えているかを正確に表明することであり、うん、周りも自分を無神経だと非難するよりは、うん、自分の素直さを評価してくれるだろう、うん、と期待してるんだが、うん、この FI、うん、内向感情的な警戒心がそれを押さえつけてる、まだ仲良くなってないしみたいな、はい、言いたいこと受けてもらえるか、この人はまだ受けてもらえるかわからないみたいな、はい、なるほど、うん、で4番目が脆弱な機能、このやっぱり色が薄くなってるっていうのは、うん、この自覚を指しているものだと思ってます、うんうん、で脆弱な機能としては4番目、最大の短所、強い苦手意識がある、うん、新しい場面に弱い上、うん、社会的なニュアンスにも疎い、うんうんうん、で全く自信がないので、うん、ここを使うだけでもストレスを感じるっていうのが外交の感覚ですね、うん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 、攻撃的あるいは敵対的な態度に過剰反応しがちで、うん、単なる反射的な反応あるいは悪い雰囲気による結果でしかなくても自分への脅威だと捉えます、うん、人の空間に踏み込む、うん、高圧的と受け取られるかもしれないっていう態度を取ることを避けようとして、うん、人にしてもらいたいことを頼むよりは、うん、自分で訓練したり準備したりすることで、うん、自分の欲求と付き合っていこうとします、うんうん、このような戦略に失敗すると生じてしまった衝突を
対処しようと努力するのですが、うん、臆病で不自然に見えるようなやり方をするので、うん、押し付けがましい人に見えますと、うんうん、このことによって痛烈な批判や自分の弱さ無力さに直面することになりますと、うん、なるほど。ここでちょっとコメントに行きまして、はい、諦めが早い、うん、確かに世の中に絶望したメリメリ、うん、めんどくさがられるふふって絶望、うん、僕も諦め早いですけどね、絶望はしない。そうですね、あ、これ僕には無理ってすぐそういうのが諦める、あっけらかん感はありますよね、うんうん、はい、親しくなればなるほど扱いが雑になっていく TI 主機能、うんうん、あっていう説明ですね。あ、ね、多分そうですね、うん、あ、だからずかずか言うけど、はい、親しくない間は何も言わないみたいなところじゃないですか。なるほど、うん、逆にずかずか言ってくるのは、うん、親しいよって話、ね、この人は言っても大丈夫って思ってから、そうなの、ずかずか言ってくるみたいな。そうなの、まあ、このタイプの人は、このタイプの人はですよ、だからそれは、うん、言ってね、この人は多分初対面とかだとすごくおとなしくて、なるほど、こう警戒してる感じですよ、ここまで言っていいのかがよく分からないから、はいはいはい、特に何も言わないみたいなのが、はい、こうだん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 親しくなってくると、だんだん言うようになって、ずかずか言ってくるようになるみたいな。言わなあかんよそれは。名古屋弁出しちゃうけど、言わなあかん、言わなあかんよそんなんいやもうこれは親しさですよって、あ、先に先に言ってよ攻撃だと受け止めたら、うん、離れるからね、うん、でも初期の段階は向こうが攻撃だと受け止めるって話ですもんね。なんかもう山嵐みたいですねなんかそうトゲが近くに行くと傷つけ合うみたいな、そう、寄り添い合いたいけどみたいな言ってね本当に、うん、あ、カオル君、はい、隊長のおっしゃる通り、初めての時は借りてきた猫のようだと、うん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 、なるほど、うん、なんか警戒してるんです、すっごい。なるほど、攻撃してくるみたいな。猫は最初部屋を全部ぐるっと回りますもんね、キョロキョロしながら、でちょっとした発言に攻撃してくるみたいな。なるほど、ピクッとするみたいな。でメリメリも初対面なら、うん、あ、メリメリさんごめんなさい、初対面なら礼儀正しく、うんうん、無難な振る舞いをするよと、うん、あ、出てましたもんね、うん、で社交的にならなければいけない場面では社会的規範に沿いながらちゃんとできますと、うん、ただそれは気力や体力、まあ、苦手なところを使ってるからね、うんうんうん、僕のこの苦手な思考を使うのと一緒ですね、はい、うんうんうん。